はい4月5号の休暇台になります。えー、まず解消ですね。解、え、消、ー、の漢字会でいきましょうか。鳥ですね。鳥これしっかり内に入れるって感じですかね。一つ外向きであとは内向きって感じですかね、えー。飛ぶという字は反りになります。反りですね。曲げじゃないんですね。こうやって反る感じになりまぎゅーっと反ってくる感じになります。これをこうするんではないので気をつけてくださいね。 あと雨ですね雨の書き方もいろいろありますけど点で処理していただいて目ですこのようにこうですね自覚につながるように書く書き方もありますし通常の被写体ではこう書くかな、まあ、こういう書き方もありますということでと「光」という字は、えー、これ一足でんですけどこの部分が少し開くように気をつけてそして少し右上がった方がいいですかねあと「春」ですね123本密集さして書いて頭をしっかり出して左払い右払いセンターに 日曜日の日をしっかり持ってくるっていう感じですね。まあ、こういうところを気をつけてやってみてください。はい、続いて段課題ですね。段課題はまあ、いつものようにこう。連綿ですね。難しいのはここまでつなげれるようにするには少し少しペンの角度ですね。まっすぐではなくて、前に少し出してラからウからネまで一息で。 少し指を伸ばすと「ラウネ」まで全然一息で書けますので、ね、これぐらい指を動かして描いてもらった方が流れ良くなりますのでいつも言っているように少しボールペンをね上の方前の方に出して息長く書くですね3文字4文字は一息でこれで書けるようにねやってみてください。 はい続いては横書きです、ね、横書きやっぱり安定して一時一時をこう安定した形で書いていくっていう形ですね意識をしてもらって、まあ、倒さずにまっすぐまっすぐのまっすぐ向きの三角形を作る感じですねでスーとからでした逆三角形になりますまあ安定させるっていう感じで書いていってもらうと一時一時を三角形か逆三角形かに、ね、安定させて書いていくっていう形で意識してもらうとバランスよく書けるかと思います。 漢字はひらがなにも少し大きくですね少し大きくを意識してもらって口の場合は縦をしっかり書いて内に入れて下受けですね下の線が受けるって形になりますで。口がどこに出てきても下が受けるっていうのを意識してね、まあ、こういうところ気をつけて今回やってみてください。